スーパーカメリア367g 入れていきます。もうちょっとこんな感じです。砂糖が 30g、 それからイースト、それが 6g、 で塩、塩はオーストラリアの塩を使ってます。塩が 7g、 ちょっと粒が粗いんでミル使ってます。 7g、 最初は岩塩使ってたんですけど、なんとなく溶けが悪いのかなっていうので海塩に切り替えて、さらにミルで再流にしてます。これが 7g、 もうちょっと、これで 7g です。バターはカルピスバターの無塩を使っています。それからお水、お水が 249g、 まあこんな感じです。水温は 24.9 度。今日はキッチンエイドでこねていくんで、少し冷水で使った方が本当はいいかもしれないですね。これこういう風に合わせましたら、これを混ぜていきます。これが塩で、この砂糖、これが一緒なんですんで、塩と一緒にならないように混ぜていきます。こんな形で私いつも混ぜてます。27.1 度になりました。キッチンエイド、うちはボウルが2つあって、1つは 4.8 リットル用、1つは 2.8 リットル、この 2種類のボウル、ステンレスボウルがついてます。これに一応決められているのは 4.8 リットルのステンレスボウルですと、パンのトータルの重さ、砂糖ですとかバターですとか水ですとか全部入れた重さが 520g から 1040g までこねられますよ。それからこっちの方はお水もバターもいろんなものを入れて、最小限で 300g から 610g までこねられますよ。こういう大きさで区別してます。ただキッチンエイドの場合、2数字がついてまして、1、2の2で15分間が精一杯ですよ。ですから15分経って少し休ませながら順番に回していきます。トータルでだいたい、今回のはこねているパン生地の温度にもよって冷やしたり途中で止めたりもします。でも機械が回してくれる、こねてくれるんで、すごく楽は楽ですよね。粉をボウルに入れた段階で、まとまってきたら回転上げていきます。これで10分ぐらいまずこねていきます。今これで2分ぐらいこねました。3分ぐらいこねたんでちょっと止めてみます。まだペトペトくっつくような状況です。当然なんですけど、これでまたこねていきます。5分くらいこねたんでちょっと止めています。何度ぐらいか測ってみます。 28.5 度ですね。
ちょっと上がってきてますね。この上がりがだいたい27度ぐらいなんで、この辺で少し冷やしておくといいと思います。本当はこねながら冷やすといいんですけど、このまんま外してボウルを外して氷水につけていきます。冷水に3分ぐらいつけましたんで、生地の温度は 26.1 度になりました。だいたい3分ぐらいつけてます。これでまたかき混ぜていきます。そうすると底の方、底の方にくっつかなくなりますから、よくこねられていきます。こういうふうにこういうクーラーをここに入れてあげる。これだけで大きく違ってくると思います。下にもくっつかなくなりますし、よくこね上がると思います。特に夏ですとか暑い時期はこういうふうに冷やしてあげると綺麗にこね上がっていくと思います。どうしても高回転で混ぜるので、中のパンの生地の温度は上がってくると思います。こういうふうに下にくっついてきてるってことは、かなり温度が上がってきてる証拠です。ちょっと測ってみます。26.8 度、下の方は、下の方は27度超えてます。27度を超えるとこういうふうにくっついてきて、よくこねらんないので、さらにここだけ温度が上がってしまうので、途中でやめて冷やしてあげるといいパンが上がってくると思います。2回目冷やしていきます。3分ほど冷やしたので、また回していきます。明らか下にくっつかなくなってきてます。今ちょうど10分ぐらい、トータルで10分ぐらいこねてます。時々止めて、下に下ろしてあげると生地も緩みますし、生地も冷えてきます。もうだいぶくっつかなくなってきました。もうちょっとバター入れても大丈夫ですけど、いつも私入れてないです。結構こねてからバター入れるんで、一般的には10分ぐらいこねたら入れても大丈夫だって言ってるんですけど、もうちょっとグルテンができてからの方がいいかなと思って、私いつも結構20分ぐらい、トータルで20分ぐらいこねてから入れてます。ではまたこねていきます。途中で止めて結構まめに生地を冷やすのも兼ねて、緩めるのも兼ねて、下に落として少し返してあげると綺麗な生地になっていくと思います。ではまたこねていきます。最初はちょっと弱く、そしてまた高回転にしていきます。時々弱くしたり強くしたりしてます。トータルでですね、20分ぐらいこねたんで、バター入れましたら少し大きく回してね。ちょっと まとまってきましたら、また次に入れます。
急いで入れても分離するだけですね。時々ゆっくりこういう風にしてやることも必要です。そうするとゆっくり巻き込んでいきます。そしたらまた入れていきます。また回します。分離したら少し弱くして調整していきます。舌がくっついてきましたら一遍止めてあげます。ちょっと下の方取ってあげます。で、下の方にバター塗ります。で、上の方の生地も取ってあげます。そしてまた回します。今度は少し早く回します。そしてまたバター入れます。これでだいたい25分ぐらいこねてます。一遍止めてバター入れます。これで最後のバター全部乗せちゃいます。温度が上がらないようにすれば下の方もくっつきませんし、ゆっくりやることによって綺麗にまとまっていきます。ではまたもう少しこねていきます。あと5分ぐらいこねればいいと思います。ゆっくり回していきます。バターが入っているので分離すると思うので、下の方が分離してますね。ゆっくり見守るとだんだん取れてきます。バターがほぼ入ったなと思いましたら一遍止めて周りを少し剥いであげます。で、またこねていきます。トータルで30分ぐらいこねてますので、一遍止めて舌がくっついてきましたのでちょっと温度を測ってみます。舌がくっついてくるっていうのは基本的に温度が高くなってる証拠なので、ちょっと測ってみますね。27度ぐらいになってます。もう少しこねたいんで少し冷やしていきます。2分ほど氷水に入れましたんで、あと5分ほどこねていきます。冷やすことによって舌もくっつかなくなりますし、こねるのも良くなってきます。舌くっついてないですよね。舌が冷えてることによってよくこねられると思います。これであと5分ほどこねて様子見てみます。温度
温度は 26.3 度、27度ぐらいでこね上がりなんで、これで様子見て、もしもうちょっとこねが足りなければもうちょっとやってみます。ちょっと粉を手をつけて引っ張ってみますね。もうちょっとかね、もう少しですね、もう5分くらい回せばいいですかね。もう横にいろんなものができてるのがなんとなくわかりますよね。これでもう一回転上げてみます。ちょうど5分経ちましたんで止めますね。上げてみてみます。舌がちょっとくっついてますね。きっと温度は高いんでしょうね。まだ27度ぐらいで出来上がってくれるといいんですけども、結局トータルで40分ぐらいこねてましたね。じゃあ温度測ってみます。27度ですね。ちょうどいいこね上がりの温度ですね。これでちょっとグルテン見てみます。機械ごねなんで結構いいとこ行ってると思います。ではどのくらいグルテンができたのかちょっと見てみますね。まあベタつくのはしょうがないですよね。ちょっとコロコロして指が見えればまあいいとしますかね。こんな感じで冷やしてます。こういうのにこんな感じでつけてました。これで冷やしながらやってます。